はい、皆さんこんばんは。6月7日の塩チャンネルです。塩チャンネルというのは開会中はですね、毎日更新をしている、私の日記のようなものです。はい、なので特に深いことは言っていないんですけれども、今日こんなことがあったとかね、私の主観でいろいろと語っていますと。はい、今日はですね、参議院は本会議がありまして、斉藤健法務大臣に対する問責決議が出されまして、出されたというか、私たち立憲民主党が単独で出したんですけれども、否決されてしまいました。残念です。記名投票で一人一人、問責に賛成ならば白い白票、問責に反対ならば緑ですよね、正票って言って青い票なんですけれども、思っていくんですけれども、今回の入管法ですね、これやっぱり内容自体はですね、私はこう時代にやっぱり合っていない人権感覚で作られていると思うので、やっぱり私は反対でありますと。で、その立法事実というものが次々と揺らいでいるということを理由に、私たち立憲民主党はですね、今回問責を出させていただいたということになります。何が何でも、こういう時代に合わないような入管法を廃案にするためにですね、使える手段は全て使っていくということで、問責を出させていただきました。残念ながら否決はされてしまったんですが、やっぱりですね、時代に合わない、例えばですよ、今日本人がですね、難民になるということは考えにくいですけれども、50年先ですね、100年先、長すぎるかもしれませんけれども、この先、日本人がですね、同じような形になることはないのかというふうに思います。こういう状況ではですね、日本を受け入れないという国も出てくるのではないかというような不安もやっぱり出てくるので、やっぱりその国際規範に合わせた、そういう人権に合わせたものにしていくべきだというふうに思いますので、今回ですね、これ否決されてしまって非常に残念です。はい、明日には法務委員会で採決されて、おそらく今週中にはですね、参議院可決されてしまうのではないかなというふうに思っているところです。はい、問責の理由のところで、こういうものが政府の原案がそのまま通ってしまうと、本当にその死刑の執行スイッチを押すに近いんだというふうに衆議院の参考人がおっしゃったということですね。我が党と、そしてその問責の理由、これも我が党なんですけれども使っていましたけれども、私ちょっと言葉足らずだったんじゃないかなというふうに思っています。衆議院の議論の中でですね、参考人の方がそうおっしゃっていたのはその先があってですね、私たち立憲民主党が中心となって修正協議をしてたんですね。で、修正協議の中にですね、第三者機関、これがないと絶対にですね、難民の方を守ることが今の日本ではできないので、第三者機関の設置というもの、これをですね、修正の中に入れて設置を検討するというのを条文の中に入れたんですね。検討事項ではなくてですね、条文の中に入れたわけですから、それなりの機関を設置してですね、第三者機関の設置を検討するということをやっていかなきゃいけないというところまで入ったんですよ。その、参考人の方はこれを修正案を通してほしいというふうにおっしゃっていて、で、原案のままだと死刑執行スイッチをしてしまうということになっちゃうから、議案のまま通ることないように、立憲民主党が修正で勝ち取ったものをですね、それを通してほしいというふうに参考人の方がおっしゃっていたのに、そこをぶっ飛ばしてちょっとその本会議で言ってしまったというのは、私としては非常に不誠実だったのではないかというふうに言わざるを得ないというふうに思っています。これちょっと党内のことで、同じ会派の人たちのその討論とか、についてちょっとその物申しているようで非常に申し訳ないんですけれども、やっぱりその参考人の方がおっしゃったことは正確に伝えなくてはいけなくて、むしろ私たちに対してですね、私たちに対して、立憲民主党に対してこの修正を飲んでほしいというふうにおっしゃっていたということなので、それをちょっとこういう形で使ってしまったというのはまずかったんではないかというふうに私は正直に思っているところです。ちょっとこの後いろいろ確認してみたいんですが、おそらく橋本さんというその参考人の方だったというふうに思います。おそらく今日の立憲民主党の問責の提案理由とそれに対する訴えを聞いていたとすれば、おそらくちょっと反論あったんじゃないかなというふうに思います。今ちょっと視聴チャンネルで話す段階でですね、思い出したことなので、ちょっとこの後確かめてみたいというふうに思いますけれども、ちょっと結局修正を入れないままに通してしまうということになりますから、それはやめてくれというふうに参考人の方はおっしゃったというところになりますから、ちょっと私たちどうなのかなというふうに今日思いました。いずれにしても、政府が出してきた内容ひどいものですから、絶対に私も今回は反対をしたいというふうに思っていました。
実はちょっと今日は女性版骨ごとの方針話そうと思っていたんですが、今日の死刑の執行スイッチそのままに等しいっていうふうにおっしゃった参考人の方の前後の話がぶっ飛んで我が会派が取り上げてしまったっていうところがちょっとですね思い出してしまったものですから述べてみました。ということで、それではまた明日。